今回の動画はで表に連番を入力をしたいといった時は Excel で作った表であれば AutoFill という機能を使って簡単に連番を入力をすることができますけどもじゃあワードで作った表に連番を入力をしたいといった時は自分でね123という形で手入力をしないといけないかというと実はですねワードの表でももう少しですね素早く連番を入力をすることができます。 それでは早速そのやり方ですけどもまずは連番を入力をしたい範囲を選択をしないといけませんのでまあ今回はこの一番左側のこの列のところですねこちらに連番を入力をしてみたいと思いますんでこのですね、連番を入力をしたいですねセル範囲の左側の方にですねマウスのポインターを持っていくとマウスのポインターの形がこの形からこういう黒い矢印の形になりますんでこの状態で今回でいうと下にドラッグをすることによってこの範囲を選択をすることができます。 それでは実際にここから連番を入力をしていくんですけどもワードの表で連番を入力をする場合はワードの段落番号の機能を使うと素早く入力をすることができますんでこのホームタブの中にある段落というところのこちらのですねマークのところですねそのポイントを持っていくと段落番号というふうに出ますんでこちらをクリックしますはいそうするとこういった形で素早く今回で言うと1234というですね連番を入力をすることができました ただ、こちらの機能はあくまでもワード上で段落番号を入力をするための機能になりますので、この数字のね右下のところにこのね表示の状態だと点がついた数字が入力をされてしまいますので、これがちょっと嫌だといった場合は、この段落番号の右側の矢印のところですね、こちらをクリックをしてもらうと、他にもいろんなですねこの番号が用意されてますし、この新しい番号書式の定義というところですね、こちらをクリックをしてもらうと、自分でですねこの番号書式を作ることもできますので、 この数字の右下の点がね。ちょっとやだなといった場合はですね。この番号書式というところ、こちらの中をクリックをしてもらってまあバックスペースとかでこの点を消してもらって、これで ok ボタンをクリックします。はい、そうするとこういった形でね。この右下の点を消して1234というね。数字だけを入力をすることもできますんで、これはですね。その時の状況に合わせてですね。ご自身が好きな形で入力をしてもらえればと思います。 はい、といったことで今回の動画では、ワードの表で連続した数値を素早く入力をする方法をご紹介しましたけども、今回やってみたいに1,2,3,4というこのぐらいの数字であれば、自分でね、手入力をしてもね、それほど労力はかからないと思うんですけども、何十とか何百とかっていうね、連続した数字を入力をしたいといった時はですね、うまくこの段落番号の機能を活用してもらえるといいと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、 ありがとうございました。